ただいまご紹介いただきました千葉真と申します。専門は政治学なんですけれども、もうちょっと狭く言いますと西洋政治思想史、現代政治理論、そのあたりを専門にしております。で今日はこのような形で共産党の小池さん、馬番会の町田さんとご一緒にこのパネルをですねご一緒させていただくということで、非常に楽しみに参りました。10分ほどということですので、簡単にですね、私の方から今考えていることを申し上げたいと思うんですね。立憲デモクラシーの会のメンバーでもあるんですけれども、立憲デモクラシーの会、憲法学者、政治学者を中心にいろんな人がいるんですね。ですから立場が微妙に違いましてですね、それぞれやはり同じ方向には向いてるんですけど、微妙に違うというふうなことで、今日私が申し上げることは立憲デモクラシーを代表するということではなくて、千葉個人の考えだということをご理解いただければというふうに思います。9月の18日から19日の未明にかけまして、安倍政権によるですね採決強行が行われて、戦後最悪の法案がです、通ってしまいました。で、戦後最悪の内閣がですね今、私たちの元にあり、そして現在は違憲状態がですね、続いている中政治が進行しているといういろんな異常事態になってきたなというふうな考えを持っているんですね。そのようなことで立憲主義、民主主義、平和主義を破壊しようとし、曲がりなりにもですね戦後日本が自由民主主義体制、リベラルデモクラシーの体制を一応取ってきたわけですけども、安倍政権になって本当にこれはリベラルデモクラシーの政権なのだろうか、民主主義、立憲主義、そういうものをですね大事にする政権なのだろうかというふうな疑問を私たち政治学者は持ち出しましたし、おそらく海外のですね、政治学者、専門家たちもそういうふうに見てるんじゃないかというふうに思うんですね。非常に恥ずかしい状況に曲がってきているということなんですね。そのようなことで非常に心配するところがありますし、それからやはり法律が通りましてからですね1ヶ月、1ヶ月半と時間が経ちつつありますけれども、そういうふうな中で、日本社会に固有のですね同調圧力がかなりかかってきていると。そしていろいろなところでですねやはり私たちのような反対勢力に対する嫌がらせや、間接的なブレーキがですね少しずつかかり出している、そのことを痛感しておりますね。そこで、しかし私たちの周りを見ますとですね、立憲デモクラシーの会も、スイルズもそうですけれども、非常に明るい展望を持っていると。で皆さんもそうだろうと。それはやはりこの数ヶ月間、国会周辺だけではなくて日本各地においてですね、立憲主義や民主主義や平和主義へのコミットメントがですねかなり人々の間に根付いていると。戦後70年の民主主義は借り物の民主主義だった、全然地につかない民主主義だっていうふうな批判もあり、そういう解釈もあったんですけど、それにもかかわらずですね、かなりの程度、本当に完全な形ではないですけれども、こういう戦後のですね、公共的な価値が私たちの生活感覚の一部になり、政治についての考え方のですね、一部になっているんじゃないかというふうに思っております。そこで、いくつかのことをこう考えたいのでありますけれども、やはり、もう一歩足りなかったんですね。9月の国会内での攻防、国会外での私たちの反対運動、何が足りなかったんだろうかということをやはり突き詰めて考えないといけないかなというふうに思ってるんですけど、私たちも仲間の内部でですね、もう一歩何が足りなかったんだろうというふうなことを議論し、
始めています。一つはやはり現在日本社会が、生活保障、社会保障、福祉、いろんな意味で、切り詰められておりまして、小泉政権あたりからですね、やはり、社会が少しずつ壊れ出してきていると。そして、生活で苦しい層がですね、高齢者の間にも若者の間にも広がってきていて、やはり、仕事だけで生活だけでもう手いっぱいだよという人がかなりいるんですね。そういう層がですね、やはり考える時間、そういうふうなものをこう持てなかった嫌いがあります。それから私から知っているかなり仕事の上では、まったく忙しいんですけれども、高給取りであるお医者さんたちですね、僕何人か知っていますけれども、ちょっとプライベートな会合でいろんな話をするんですけど、安保法を取っちゃってね、もう本当に僕はもう悲しいよっていうふうに言ったんですけど、安保法って何になって、そんなことを言う、まあ、高学歴の人ですよね。大学教育を受けたし、そういう人たちがですね、安保法を毎日、新聞報道やジャーナリズム、メディアで取り上げられている、知らないって人はまだいるんですよ。ですから私たちはやはりそういう生活や仕事やそういうふうなことでなかなか、政治について考えることができないという人たちに対して、まあ、どういうふうにアピールしていくかですね、そこが一つなのかなというふうに思ったんですね。でもう一つ私たちの側近で話しているもう一つのことはですね、やはりアベノミクスによって恩恵を受けているですね、利益を受けている結構投資とか株を持っている人たちがね、かなりいると。そういう人たちは政治的な心情においては私たちと同じなんだけど、もうちょっとアベノミクスが長引いてですね、これは幻想であることは多くのことは知ってるんですけど、これは確かなものじゃない、だから長引かせて金儲けをしようというふうな思惑を持った人がかなりいるんですね。私みたいに株や投資と全く縁のない人間にとっては分からないんですけど、その力学は千葉さんかなり強いよというふうに僕に教えてくれた、財界の人がいました。まあそういうふうなことですね。ですから財界、そしてまたその一部のですね、なかなか政治を考えられない層を中心にして、安倍政権の支持率が、少し上がりましたね。 40% を少し超えてるんじゃないかというふうな世論調査もあります。この辺りをどう切り崩していくかっていうふうなことが問題じゃないかというふうに思います。もう一つ、これは丸山正夫が言ったことなんですけど、日本人には現実主義の完成落とし穴っていうのがあるっていうんですね。これはどういうことかっていうと、日本人は既成事実に弱いと、法案が通っちゃって法律になったら既成事実になりますよね。そうするとこれが現実だと思っちゃうと。それまで反対した人でもですね、この現実の圧力にかなりプレッシャーを感じて意見を変えたりですね、自分の考えもう黙っちゃったり、そういうことが多いんだと。これは日本が温帯モンスーン地域の我々は歴史を刻んでるわけですけれども、台風でも地震でもですね、その台風大変な時は、縮こまってですね、なんとか守りに入って、その台風が過ぎ去るのを待つと、それが終わったらですね、また出てきて、勤勉に、仕事をしようというね、そういう習性がついていて、自然現象に対する態度と全く同じようなことで公共の事柄、政治に対する態度をですね、そういうふうに、処理してしまうという傾向があるんじゃないかというんですね。これも政治学ではみんな日本の政治風土ということでかなり語ってこられたことなんですけど、今回もこのことをちょっと感じております。ちょっと時間がないんですけど、今回ですね、市共産党委員長の方からこの連合政府の案が出ましたね。国民連合政府、これは非常に私にとってはですね、勇気ある提言であり、これはすごいなというふうに思いました。それと
一抹の不安もありました。というのは根拠のないことが多いんですけど、国民の間にはですね、あまり考えもしないで、共産党アレルギーっていうのがあるんですね。どういうふうなわけか、世代ごとにそれは違うと思うんですけれども、そういうふうなことで共産党が主導することによって、この素晴らしい案がかえって、ブレーキに国会内でなったらなあということも、私はその時一抹の不安を覚えました。しかし民主党からこういう意見は出るはずはないです。民主党は右派ですから。やはりよくよく考えると、共産党そして社民党、その辺りからしか出ない。そして共産党さんがですね、こういうふうな形で出してくださった。そして今までは選挙区で必ず一人の候補者を出されたのをですね、変えられたっていうのは大きいと思いますね。これはすごい勇気ある決断だったんじゃないでしょうかね。政党っていうのはやはり選挙が勝負ですから、そういうふうな中でよくよくここまで来られたなっていう感じが、いたしました。その背景にはおそらく沖縄での衆議院選があったと思いますね。4区でしょうかね。そこで野党が連合して対自民でやった候補者を1人立ててですね、そういう経験があります。おそらくそういうふうなことを考えながらですね、これは通常の政治じゃないと、もう危機的な政治だと、こういうふうな時はですね、リスクも伴うし冒険もあるけれどもですね、こういうふうな形で打って出ようと、これはタイミングといういいですね。19日に、強行採決が行われた直後ですよね。それから、C さんのこの説明文をずっとこう私は何回か読みましたけれども、全くその通りと言いますかね、水を漏らさずというか、正論もいいところですよね。非常に理にかなった筋が一本太く強くあるというふうに、これは大きな大一歩だったんじゃないかなというふうに思うんですね。そこで、ぜひぜひこれがなってほしいなというふうに思うんですけれども、この間諸野党と諸団体の会合がありまして、私も立憲デモクラシーの会に3人出ましたけど、その一人としていろんな意見言ったんですけれども、諸野党の中にそれを歓迎する向きもあるというふうに強く思いを強くいたしました。しかし同時に新聞報道を各紙を見るとですね、やはり民主党がやっぱり一番難しいんじゃないか、もちろん維新もそうですけど、分裂状態、民主党の中でやはり右派の方々がいますので、そこをどう突破するのか、岡田さんや枝野さんや福山さん、そのあたりはですね、かなり乗り気な面が見えますけれども、全体としてどうかということなんですよね。しかしまた自民党がこれに反対するとなるとですね、自民党じゃない、民主党はますます今度苦境に陥るんじゃないかなという感じもいたしますね。というのは私の周りにはまだまだ残念ながら共産党アレルギーがあるんですけど、同時に民主党にはもう二度と投票しないという人も結構多いんですね。民主党政権の時に本当に期待が裏切られた。ですから民主党に対する失望感、幻滅感というのも、まだまだかなり強いものがありますね。そういうふうな中で私は何とかして、これが国民統合連合政府案ですね、暫定的ではありますけれども、これがぜひぜひ今なってほしいなというふうに希望をしております。利権デモクラシーの会でもそれが多数意見です。で、学者の会でもそうだろうと思います。スイルズはほとんどの学生たちがそれしかないというふうに言っています。で、おそらくママの会もそうじゃないかと思いますけども、国民的な支持は、半分以上、おそらく6割ぐらいあるだろうというふうに思いますから、これからの運動の展開いかんではかなりの大きなインパクトを、与えることができるんじゃないかと。一応ここまで私の方から話をさせて